重度訪問介護従業者は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する重度訪問介護従業者養成研修の過程を修了したものを言う。2006年度に施行された障害者自立支援法に基づく、居託介護、ホームヘルプ業務のうち、特に障害が重いと認定された障害者の重度、訪問介護業務に従事する。 資格付与については公衆志向者によって行われる。重度訪問介護従業者資格の認知度については、一般的にまだまだ高いとは言えないが、介護保険法に基づく研修を行う、訪問介護員資格などと比べ、より障害者の特化や応用技術に重点を置いて、研修を行うため、需要が高まりつつある。厚生労働省は2005年、 介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況である。実際に現場では障害の程度が重くなるほど、介護方法に細かな配慮が必要なため、常に従事者が不足している状況にあり、従事者増加を望む声は多い。重度訪問介護従業者の資格には、 基礎課程と追加課程の2課ほどがあり、自治体によって受講要件にかなりの違いがあるため、受講の際は各研修事業者に問い合わせのこと、ありがとうございます。